マグロに関しては投げるべきところに一投でちゃんと自分がキャストができるかどうか、そのコントロールだったり飛距離だったり、そこで最初から差が出ます。アクター、どうしてもマグロは長時間ファイトになるので、竿に仕事をしてもらえないとなかなかマグロは最後まで勝負できないと思います。でかいよこれ。自分の能力をさらに伸ばしてくれるアドバンテージ。